宇宙から撮影した可視光部分の太陽放射、地上から撮影した可視光部分の太陽放射。太陽放射とは、太陽が出す放射エネルギーのこと。日射とも呼ばれる。特に電磁波の放射を指すことが多い。太陽放射のスペクトルから、太陽の黒体放射温度は、約5800系統見積もられる。太陽放射の約半分は、電磁スペクトルという可視光線であり、残り半分は、赤外線や紫外線が占める。光とも呼ばれるこれら3つの電磁波が、太陽放射の大部分を占めるため、太陽放射により放出される電磁波のことを太陽光とも言う。太陽放射は主に日射系や日照系で観測、測定される。太陽から電磁波が放射される仕組みは以下の通りである。太陽中心部で水素の核融合が起こり、ガンマ線が発生する。太陽中心部では1500万 K という高温のために、電子や陽子が固定されずに飛び交っており、これらがガンマ線の直進を阻害するため外に放射されない。直進を阻害されたガンマ線は近くのガスに吸収されて X 線として放出されるが、X 線も電子や陽子に直進を阻害される。再びガスに吸収され放出されることを繰り返し、だんだんと波長が長い電磁波に変わっていく。紫外線やそれより波長が長い可視光線、赤外線に変わると、外側部に到達できるようになり、太陽光として放たれる。地表面と地球大気表面における太陽放射スペクトルの比較。太陽放射のうち、ほぼすべてを光が占めるが、その他の放射も微量ある。前述の通り、核融合によって発生したガンマ線、X 線は、ほとんどが外に放射されず波長が伸びていくが、ごく微量は外側部に到達し、放射されている。また、核融合や太陽フレアなどによって、粒子や粒子線も発生し、放射されている。ただし、地表に到達する太陽放射は、大気の成分による吸収により組成が少し変わり、紫外線が減少するなどする。このほか、アルファ線、ベータ線、電子、ヘリウム原子核、陽子などが太陽フレアなどによって発生する。太陽定数の変化。太陽定数とは、地球の大気表面に垂直に入射する単位面積あたりの太陽放射の量である。これは、可視光線だけではなく、あらゆる波長の電磁波をすべて含めた値である。人工衛星の測定によれば、太陽定数は1平方メートルあたり約1366ワットである。この値は数年数十年の長期的な周期で多少変動しているほか、約27日周期の太陽黒点の活動によっても変化する。この変化は 0.1% 程度であり、地球の平均気温に与える影響は 0.1、摂氏 0.2 度程度である。太陽から見た地球の角直径はラジアンなので、立体角はステラジアンとなる。このことから、太陽が放出しているエネルギーの総量は約 3.37026W と見積もることができる。地球の大気表面における太陽放射のスペクトル。太陽が地平線よりも上にあるとき、太陽放射は日照や日射として地表に届く。太陽放射のほとんどは太陽から直接地球に降り注ぐため、地表に届く太陽放射の量は太陽高度に左右される。そのため、時間、季節、緯度によってその量は異なる。また、太陽放射は雲やエアロゾル、大気の成分などによって反射、吸収、散乱される。このうち残った太陽放射が地表面や地表面にある物体、生物などに降り注ぐことになる。地表への太陽放射は気温を上昇させるが、最高気温が正午を過ぎた午後を中心に観測されるなど、気温の変動は、太陽放射以外の様々な要因によっても左右される。地球へ届く太陽放射の量は太陽と地球との距離の地上に反比例し、この距離が遠くなるほど太陽放射の量は少なくなる。地球の軌道は楕円なので、太陽と地球の距離は1年間の間でも変化する。また、地球の軌道や赤道傾斜角は時間とともに少しずつ変化しており、変化の幅は軌道においては 5% 程度、赤道系射角においては 2.4 度程度ある。これらの変化に伴い、数万年から数百万年の複雑な周期で、地球への太陽放射も440ワット毎平方メートル540ワット毎平方メートルと大きく変化している。地球に届いた太陽放射のうち約 65% が熱となり、地球の気候に大きな影響を及ぼしている。コンストラクション・オブ・A Composite Total Solar Irradiance Time Series from 1978 to Present 2005年10月5日閲覧。Solar Variability Striking A Balance with Climate Change NASA 5.07 2008太陽ってどんな星？2007年4月9日閲覧。ありがとうございます。